はい、はい、どうも皆さんこんにちは、キャベツです。今回はですね、ゲームアワード2023、ゲームオブザイヤーね、ゲームオブザイヤーが本日行われまして、新作ゲームがめちゃくちゃ出てきたんですよ。いやー、こんな盛り上がるんかっていう感じでね、なんか国内外ですごかったですよね。今日のためだけになんか有給使って休んでる人とかも結構いるみたいですし、海外でもね結構盛り上がってまして、実際中身も結構すごかったのよ。そしてゲームオブザイヤーがねようやく判明しまして、今回まあなんか分かってた通りの感じの内容だったんですけどね。まあ今回はですね、どっちかっていうとゲームオブザイヤーなんかもう分かりきってたんで新作ゲーム発表されたやつを一つ一つ細かく見ていこうというような動画になっております。ただ注意点として、今回の動画私台本を作っておりません。ゲームアワードリアルタイムでずっと見てたんで、結局ね台本作る暇なかったんでフリートークで喋らせていただきます。いつもよりなんかとかなんかよう言うてるかもしれないですけど、ご了承ください。じゃあまずはゲームオブザイヤーの方をね見ていきましょうか。まあゲームオブザイヤーも最初から言いましょうか。はい、今年の、ゲームオブザイヤー、まあまずノミネート先にね、アランウェイク2、バルダーズゲート3、マーベル・スパイダーマン2、バイオハザード RE4、スーパーマリオ・ブラザーズ・ワンダー、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムと。まあまあまあ、今年ね、いっちゃ盛り上がったゲームたちが、そうそうたるメンツとして現れてるわけですよ。ノミネートされてるわけなんですよ。で、多分前の動画では、私的に、まあ、ゼルダかバルダーズゲートかなと思ってたんですよね、最初。ただ、いろんな部門のノミネート作品を見ていくと、アラン・ウェイクがなんか強いぞと。アラン・ウェイク、めちゃくちゃノミネートされてるやんっていうことで、ゲームオブザイヤーにも輝くんかな思ってたらですよ。まあ、まあ言わせていただきます。バルダーズゲートが、ゲームオブザイヤーでした。はい、おめでとうございます。もうね、なんか分かりきってましたよね。まあゼルダかバルダーズゲート3でしょうと、やっぱり。アラン・ウェイク2も強いやろうけど、結局バルダーズゲートやろな思ってたらバルダーズゲート3でした。え、まさか、ここでバイオハザード RE4 がみたいなやったら盛り上がってたかもしれないですけど。ちなみに、日本でなぜこんなに盛り上がってないのかというと、バルダーズゲート3がですね、日本語版の発売日が今月の22日やったかな ?25 日とかなんで、結局ね、日本人の大半の人はバルダーズゲート3ってなんやねんみたいな感じになってるはずなんですよ。なんですけど、まあ今月にね発売されるので、発売されてからプレイして、あ、ゲームオブザイヤー獲得した理由わかりますわ、これはもう最高ですわっていうのを皆さんでね体験していただきたいというところなんでしょうけど、ねえ、せめてさ先月ぐらいに発売してほしかったよね、この盛り上がりを楽しむためにさ。まあそんな感じですね、ゲームオブザイヤー結局バルダーズゲート3でした。でお次なんですけれどもね、今回の動画の目玉はこっちでございます。新作発表ゲームです。かなりね今回すごかったと思いますよ。いっちゃんの目玉はモンスターハンターでしょ。はい、モンスターハンターワイルズが発表されました。モンハン新作でございます。こちら、2025年に発売予定。対応機種は PlayStation 5と Xbox シリーズ XS PC。スイッチは除外しておりますね。やっぱりワールドの次なんで、まあしゃあないでしょうと。じゃあちょっと映像の方をね、見ていきたいと思うんですけれども、私まだね、この映像ちゃんと見てないんですよ。いや、これパッと見さ、モンハン感ないよね。まあでもカプコンの発表言われてこれやからな。いいですね。なんかオープンワールド感あるよね、今回。結構大量におるよ、ほんで。いや、オープンワールドでしょ。なんかそんな感じしません?ほんで、青柱みたいなやつおるし。いや、いいっすね。ガルクちゃんほどではないけど、一緒に走ってくれるタイプのやつか、こいつは。でも、グラフィックが、グラフィックがなんかちょっと、微妙やけど、まあそこはあんま気にさん方がええよね。モンハンはワールドほど綺麗ではないか。いやでも結構綺麗っすよね。あ、結構綺麗やな。カプコンプレゼンツ、いいですね。モンスターハンターワイルズ、いやどんなゲームなんかまだ全然わからへんな。え、このモンスターの量ほんまに出てくるんか。だったらすごくない？リオレウスと。ほんですごいね、世界がめちゃくちゃ広そうやな。2025年です。どうすか皆さん。はい、ということでですね、今回公開されたのはモンスターハンターワイルズということで、もうまあね全然情報出てないんですけど、まあパッ
と見オープンワールド感出てるよね。モンスターハンターワールドとかもある程度まあオープンワールドでしたけど、それに比べるとなんかモンスターの量がさ、やっぱりかなり多くなってるんで、オープンワールドになってるんじゃないかなと思います。で、次の続報としては2024年夏に公開予定とのことなので、まあこっからね、ちょくちょく出てくるんでしょうけど、2025年のいつに発売されるのかっていうのがわからんのがね、ちょっともどかしいですよね。で、プレステ5と、Xbox シリーズ XS なんで、プレステ4には対応しておりませんと。あと、スイッチにも対応してないので、皆さんね、プレステ5今のうちに買うか、あるいは Xbox をご購入いただきたいという感じなんじゃないでしょうか。で、PC も一気に出てくるんやね。最初から対応機種 PC に絞ってるってことは、結構、売れるよな、これは。まあ、カプコンさんがね、以前から今年のうちに、何でっかいタイトルと公開します言って、その次になんかドラゴンズドグマ2出てきたから、モンスターハンターどないなってんすかって言われた時にこれが出てきたっていうことで、まあ、ある意味予想してたけど予想を裏切られたっていう感じですよね。非常に楽しみでございます。お次に公開されて盛り上がっていた新作ゲームとしては、OD。これ OD って読み方でいいんですかね。オーバードーズとかやったよね。確かリークの話やと。こちら、デスストランディングなどを開発した小島秀夫監督の新作でして、以前からね、リークでオーバードーズっていうゲームが今開発されてると言われてたところを今回公開されたっていうことで、ちょっと説明文を読みますと、これまでの小島秀夫監督作品と同様、企画、脚本、ゲームデザインなどが自身を手掛けるほか、クリエイティブパートナーの一人として、アスやノープなどで知られるジョーダン・ピールとパートナーシップを締結したことも発表。これ、皆さん知ってますか？ノープとアス。これね、結構まあ癖の強いホラー映画でして、私も見させていただきましたけど、これね、まあ小島さんね、かなりホラーゲーム好きやったし、 PT とかもなんで、このねパートナーシップはかなり熱いんじゃないかなと。癖強同士やもんね癖強同士がタッグを組んだという感じのホラーゲームが今回公開されまして、そして小島秀夫監督のゲームならもうおなじみのモーションキャプチャー、まあ実際のね俳優さんとかを起用するタイプのやつが、ね、今回も起用されておりまして、まずダンジョンズ&ドラゴンズアウトローたちの誇りのソフィア・リリスさん、ユーフォリアのハンター・シェイファー、悪魔の腹渡のウドキアさんが出演するとのことらしいですが、ちょっとね私パッと聞いてもよく分かんなかったんで、とりあえずまあ映像でも見ましょう。てか対応機種 Xbox なんすかね。ヒデオ・コジマゲームズ。いやなんか PT っぽいな、このコトコト感が。おう怖すぎるやろ。何やこれ、目がなんかすごいことになってんな。これってゲーム映像の顔なのかな。実際の人の映像これ。怖い怖い、なんか腹ペコの死恐竜、紫恐竜は優しいキツネとおしゃべりなカニと狂ったクジラを食べて物売りいや怖すぎるやろこれ。雰囲気作りうますぎんな。いやもう怖いもんね。怖っ。なんじゃこりゃ。アンリアルエンジン3。あ、今回はあのエンジンじゃないや。Xbox ゲームスタジオズ。あ、これ Xbox の独占かもしかして。なんか恐竜って言ってたけどさ、この映像の女性の目とか見ていただいたら分かると思うんですけど、これドアがおそらく開いてるんやけど、この光の入り方がさ、瞳孔がまっすぐになってるような感じに見えて、パッと見なんか恐竜とかの爬虫類系の目玉に見えるっていうのも、なんかダブルミーニングとして作ってるんでしょうね、これは。非常になんか目が気になるね。目が特徴というか、なんか目にいろいろ宿ってる感じがする、今回。発言もなんかよう分からんねえ、本当に。なんかすごいのを作ってきたなっていう感じですよね。オーバードーズ。ただ、太陽機種やらその辺の詳しい情報はまだ現在公開されておりませんので、と思ってましたけど、完全にこれは、Xbox 独占
かなと思いますね。というのも2022年の Xbox ベセスダのまあショーケースみたいなのがあったんですけど、そちらで小島監督が新作ゲームを今開発中と Xbox スタジオと提携して皆さんに喜んでいただけるニュースをお届けしていきたいと思います、というふうに発言してたんで、これはまあ Xbox 独占ゲームなんでしょうね。プレステではなんかプレイできなそうな雰囲気出てますもんね。日本とかやったらかなり規制されそうな感じですし、どっちかっていうとさ、今回はデスストランディング2の続報が出てくるかなって思ってた人、おそらくかなり多いと思うんですけど、全然ね、続報出てこなくて、この OD、オーバードーズやと思うんですけど、これが公開されたと。まあ、個人的にはデスストよりこっちの方がおもろそうよな。雰囲気作りがやっぱ上手いっすよね。小島監督、ホラーゲーム好きすぎるやろというようなね、印象を受けました。はい、こちらも非常に期待です。お次の注目作としては、ファイナルファンタジー16のダウンロードコンテンツ第1弾が発表されました。その名も、エコーズ・オブ・ザ・フォールン。空の残響という感じで、ちょっと待って、本日配信開始らしいっす。本日か、本日配信開始、早くない？マジで？本日配信開始されるらしいですね。皆さん、らしいです。すごい。ちょっと映像を見ていきたいんです。軽く説明しますと、同時に、待って、いっぱい公開されてるぞ。もうこれ映像見た方が早いな。では見ていきましょう。スクエアエニックス。早かったね。ダウンロードコンテンツ早くない？開発。元からやってたでしょ。あ、おばあや。いつの話なんでしょうね。クリスタル。あ、でも女子はおるから後の話やな多分。エコーズ・オブ・ザ・フォール、リヴァイアさん出てくんのか。ファイナルファンタジー16の物語だ。新たに動き出す。ま、実質続編みたいな感じかな。誰？めっちゃ作り込んでるやん。魔導兵器。おお、オメガか。オメガ出てくんのか。おなじみのキャラっすね、この辺は。なんかすごい14っぽいキャラクターおったぞ。待って。なんか、何これ。何このキャラクター。何この召喚獣。あ、リヴァイアさんや。リヴァイアさんのこれダウンロードコンテンツ。やっぱ出てくんのか。あー、なんかすごいエンチャントみたいなのされてるよ。リヴァイアさんやっぱ出てきましたね。いやー、イフリートじゃちょっと分が悪いでしょ。2つ出ると。はい、で1個のダウンロードコンテンツは本日から配信開始。早いっすね。いつですか、あの開発してます言うてたの。半年前でしょ。そっから早くない？ボリュームがどんなもんなんかな。あとでまあちょっと私もダウンロードコンテンツプレイさせていただこうかな思いますけど。で次リヴァイアさんの方は2024年と。早いですね。これこっちも春に配信すんの。早くない？開発今のうちにもとりあえず盛り上げていこうかみたいな感じなんかな。めちゃくちゃ早かったっすね。ということで皆さん、ファイナルファンタジー16ダウンロードコンテンツ本日から配信開始ということで、どういう物語になるのか、続編みたいなもんなんかな、エンディングの後のお話になるのかも、その辺も全然わかりませんけれども、気になった方はプレイしてみてはいかがでしょうか。はい、お次はファイナルファンタジー7リバースですね。こちら新作ゲームの発表ではなかったんですけど、新映像がですね、発表されておりまして、どうやらテーマソングに合わせてエアリスの歌唱シーン、ティファやユフィーたちが踊る姿などが公開されているということで、ティファファンの私としてはですね、エアリスがメインの動画が出るというのはちょっと、まあでもね、私も若干エアリスに肩入れ仕掛けてるんで非常に楽しみでございました。まあこっちも見ていきましょうか。守る世界に君はいるのか、ね、今回はねザックスがどうやら蘇るのではないかというようなところが注目されておりますけれども、一方でまあエアリスもね生存ルートになるんじゃないかと、今のスクエニならそれをやるでしょうというとこなんですけど、もう完全これザックスの話もありそうやね。ビックス
自分がなんかもう完全にさ平行世界の話になってるよな。おそらく知らないはずのことを知っている。クラウド、バレット、エアリス。クラウドは大丈夫だよ。あ、かわいい、ティファ、俺の嫁、私が守る。今日もかわいい。お前か、お前か、それともまさかお前。いいね、力入ってんな。って本当は分かってるよ。16よりさ、グラフィック綺麗じゃない、毎回思うけど。いいですか、お二人さん。これ白か。俺にできることなんかねえか、力になりたいんだ。お、なにこれ、なにこれ、え、イフリート、フェニックス。なんかやっぱ違うね、16と比べると見た目も。そういうのも楽しみですよね、ファイナルファンタジーの。マリンがいることをどうして教えやがった。誰にも言わない。お姉ちゃんはね、怖い人に殺されちゃう。もうザックス生きてるやん。あ、いいですね、エアリスさん。いやー、もうリメイクやってからさ、俺エアリスにも完全に行きそうなんよな。可愛いよね、やっぱティファってさ。何やろな、なんか俺じゃあちょっと何釣り合わねえって思いそうやもん。エアリスはなんかその点なんかバブみが強いよね。あ、可愛い、バブみを感じる。え、もうこれで終わりなの？完結する雰囲気やん。あ、かわいい。でもやっぱティファがかわいいな。彼女ならティファ、嫁ならエアリス。ザックス、もう一回会えるんか、ザックスは。星よ、どうか力を貸してください。どうですか皆さん、エアリスが、エアリスがまあもうこれ完全に生存ルート入りたいんやろね、みんなが。あの、スクエニのおしょくんがさ。で、かつ、ザックスもなんか生き残ってるし、これはどうなんですか原作ファンの人たちは。原作でさ、エアリスさんが、ちょっとネタバレになりますけど、お亡くなりになるじゃないですか、セフィロスさんに殺されて。まあそこでやっぱりピークなわけじゃん。でも、エアリスが死んだからこそ、あの感動があったっていうわけでしょ。それを今、リメイクとして、あの頃の記憶、まあ、もうエアリス、殺されるの見たくないけども、新しい技術で作っていただけるならもう最高に楽しめますわ、いうことで多分ね、リメイクやり始めたと思うんですけど、原作ファンの方々って。改編はその点どうなんでしょう？私当時のタイミングでこれをプレイしていないんでね、そういう人たちの気持ちがよくわからないんですけど、これはどうなんでしょうね。まあ、仮に、ね、私がいっちゃん好きなあの、ウィッチャー3が、10年後とかにリメイクされて、シリラが死んで、ゲラルトがなんかホモになってとか言ったらブチギレるけど、どうなんやろね、この辺は。まあ、新しいセブンの物語が見れるっていうだけで嬉しいんやろうけどさ、これはどうですか皆さん。その辺コメントよろしくお願いします。はい、次はですね、ライズ・オブ・ザ・ローニンでございます。こちらですね、2024年3月20。おい、ちょっと待ってくれ、これ、ドラゴンズ・ドグマ。え、秘宝です。発売日3月22日。はい、もうこの時点でね、ピンと来た方はいらっしゃるかもしれません。そう、私が大好きなドラゴンズドグマの続編2の発売日と被ってんねん。これどうすんの、超えてくもん。なんでこんなことしたん。ねえ、2024年に発売されるっていうの分かってましたけど、何ですかこれは。ちょっとこれはひどいって言うたらあれですけど、ちょっとずらしてほしかったな、ライズオブザローに。はい、知らない方にですね、このゲームどういうゲームなのかと言いますと、ニオーや忍者ガイデンを開発したチーム忍者が送る戦闘重視のオープンワールドアクション RPG です。舞台は1863年の日本。徳川幕府による圧政が始まってから300年、突然現れた黒船によって日本は混乱の渦に飲まれた。という感じで、まあね、侍系のゲームなんですけれども、非常にね、期待しておりました、私。期待しておりましたけども、発売日かぶんのか。発売日かぶるのは良くない。でもまあ3月でこんだけ盛り上げてくれるのはまあ嬉しいんで、とりあえずまあ映像でも見ましょうか。以前はね、なんかアクションのところとかストーリーはあんまりよく分かんなかったんで、今回どれくらいになってんのか気になりますね。いいですね、雰囲気。これが主人公かな。主人公の名前なんやろ。おお、導入はやっぱりなんかね、
こういう解釈のとこから始まるんですね。やっぱ侍は昔悲しい過去があったっていう感じかな。村が燃やされて、あーいいですね。ゴースト・オブ・ツシマには全然劣らんけど、グラフィックはこのアクションなのよ今回は。なんかグラフィックチカチカしてない？かっこいい。あ、いいですね。やっぱ銃も使うんやな。あ、これかっこいいよな、炎の。すごいね、仁王感強いな。いやスタイリッシュ。いいですね、大勢にも対して、大勢に対しても戦える感じです。なかなか難しそうやな。いや BGM かっこいい。なんか7人の侍リスペクトしてそうやね。え、待て、パートナー、なんかパートナー女の子っぽくない？めっちゃ可愛いんですけど。発売日ずらして。はい、というような感じでライズオブザローニン非常にね面白そうっすよね。やっぱり和製の侍系ゲームは貴重ですからね。はい、お次はブレードですね。こちらマーベルが原作のゲームになっておりまして、まあ映画化もされておりますが、結構昔のね映画なんですよ。1999年ぐらいやったかな、そんくらいの時代の映画なんですけど、私ね結構この映画大好きなんですよ。ストーリーとしてはヴァンパイアがはびこっている世界で、主人公ブレードがヴァンパイアの根血としてね生まれるわけなんですけど、吸血鬼側ではなくて吸血鬼ハンターとして活動しているっていう、まあストーリーなんですよね。結構まあスタイリッシュなアクションで、かなりね根強いファンがいたんですよね。でこれもね確かリブートで映画化されるみたいな話もあったはずなんですけど、なんか続編は出てないですよね。で最近はマーベル作品のゲーム化がすごい激しくて、まあマーベルスパイダーマンをはじめ、あとは去年か一昨年ぐらいに公開された、ウルヴァリンのゲーム化もありますけれども、あっちもね続報が全くなさすぎるんで、どうなってんのって思ってる時にまたブレードも来たんで、これどうなるんすかね。いつ発売されるのかまだわからないですし、ちなみに本作の開発はディスオナードやデスループなどを開発したアーケインスタジオという感じで、まあこういったアクションゲームかなりお手の物というところですよね。ブレードとかなりマッチしているような開発なんじゃないでしょうか。はい、お次は私が個人的に気になっているのがこのロストレコーズブラッド&レイジというゲームですね。こちらライフイズストレンジなどの制作人が作っているらしくて、まあ青春時代のお話っていう感じのね作品っぽいんですけど、ライフイズストレンジの時代よりはかなりグラフィック向上してますよね。トゥーン調のグラフィックで非常に、ポリコレチックって言ったらあれですけど、なんかポリコレ感出てるなぁと。まあライフイズストレンジはねかなり人の機微であるとか情緒的なところを非常に繊細に描く物語なんで、まあポリコレとマッチしちゃうんですよね。なのでプレステの公式から出てる映像も若干低評価が多めになってます。コメント欄としてもサムネイルを見た瞬間、虹は何個あるんだろうと思いましたとか、レズビアンゲーム気分を害しましたとかね、結構まあ当たりが強いですね。私的には結構期待してるんですけどね、ライフストレンジの新作みたいなもんなんで。発売は2024年末らしいです。はい、お次はメカブレイク。これねアーマードコアロストのやつらにはたまらんくない開発はどこなんかちょっとわかんねえな。どういうゲームなのかと言いますと、近未来 SF メカをテーマとしたメカブレイクを操縦して戦うマルチオンライン対戦ゲームらしいです。アーマードコアってまあ基本的にはシングルなんですけど、こっちはねマルチプレイ可能の感じですね。非常に面白そう。さらに48人のプレイヤーが集まる戦場が展開されると。ただ基本的には3人また6人チームでミッションを遂行するらしいです。でもちょっと映像を見てみましょうか。いや雰囲気いいですね。ただ中国やな開発は。あーいいいいじゃん。何これ、えかっこよくない。いやいいね、なんかガンダム感強いな。でもアーマードコアのような武骨な感じはないですね。いやあ、おなじみのエッチな女の子。マルチプレイヤーからストーリーはあんまりないんかな。うわ、おい
おもろそう。おいおい、めっちゃおもろそうやんこれ。早い早いね。なんてアーマード5より速くない？え、かっこえ。めっちゃおもろそうやんこれ。すごい、一人称にもなったりするし、三人称も基本だと。近接攻撃もあるし、遠距離もありますね、ちゃんと。アセンブルとかその辺はどうなんや？いや、作り込みいいやん、めっちゃ。俺、アーマードコア6基準になってるから、だいぶ辛口目線で見ちゃうよ。バルテウス感強くない？なんか、攻撃パターン。こういうのは複数にね、戦えるんかな。いいね、なんか変形モーションかっこええな。どっちかっていうと、なんかもう、とにかく飛び回って戦う感じだよね。アーマードコアとは違ってどういうシステム感なのかが非常に気になりますな。あ、いいやん、いいやん。お、アセンブルできんのか？戦い中に。メカブレイク。おい、めっちゃおもろそうやんけ、これ。ということで、メカブレイクは発売日は未定なんですけど、対応機種はプレステ5やら PC もあるようですね。気になった方はちょっとチェックしてみたらいいんじゃない？俺は、もう私はこれ買いますね、絶対。はい、お次はエクソボーンでいいんですかね。こちらですね、インターステラーなどで有名なマシュマコノヒーさんが登壇して発表したゲームなんですけど、またお前、宇宙行くんかみたいなコメントで言われてて、結構おもろかったんですけど、かなりね、世界観がいいんですよね。ちょっと説明すると、極度な自然の猛威によって形成された目次録的な米国が舞台となるタクティカルオープンワールドエクストラクションシューターらしいです。様々な脅威が襲ってくる世界の中、公開イベントや高リスクのミッションを達成することで、プレイヤーは毎回それぞれ独自のエクスボーンストーリーを紡ぐという感じで、なんかマルチプレイヤーっぽい感じなんかな、思ってたらそういうわけでもなさそうですね。システムとしてもちょっとまだよくわかんないんですけど、プレイヤーはインプラントを装着した驚異的なサバイバーリボーンとなり、強力なエグゾリグを活用します。壮大なテクノロジーを装備し、敵対する派閥、致命的な元素のカオス、そして他の敵対的なリボーンに汚染された世界で活躍します。ということで、なんかね、エグゾプライムをちょっと彷彿とさせてしまうような単語なんですけど、まあ世界観はね、エグゾプライマルよりもちょっと後輩してるし、まあマシューマコノヒーがね、なんか登壇するくらいなんやから、ちょっと期待してもええかなというような雰囲気ですね。ちなみに発売日やコンソール関係は、詳しくは分かっておりません。おそらくまあ2025年なんじゃないかなと思いますね。はい、お次はノーマンズスカイ開発会社の新作が発表されました。こちらも結構こう作り込まれてまして、ノーマンズスカイを正当進化させたような雰囲気のゲームになってます。ファンタジックな雰囲気のある地球が舞台で、マルチプレイ対応、オープンワールドの広大な大地を旅していく作品になってます。でね、この見た目なのに12人しかね、開発してないらしいっすよ。えぐくない？で、ノーマンズスカイみたいに10年後もアップデートを続けるようなゲームを目指しているっていうことなんで、非常にね、期待されますね。ただ、ノーマンズスカイがリリース当時もとんでもないことになってたんで、そっからアップデートを重ねて今に至るんで、ちょっとまあ恐怖感はありますけど、パッと見まあやっぱりいいんで、PV 詐欺にならないことは祈りたい。お次は、ファーストバーサーカー火山というゲームですね。こちら、アラド戦記というオンラインゲームの、開発が作っております。まあ、つまりネクソンが作ってるやつなんですけど、私ね、アラド戦記めちゃくちゃやってたのよ。あのゲームにどんだけ時間費やしたかと。アラド戦記でも十数年以上もやってるオンラインゲームなんですけど、未だに人気のゲームなんですよ。ただ中国ではアラド戦記の派生したようなゲームとかいろいろリリースされてるっぽいんですけど、今回はわざわざこういうとこのでっかいとこで発表されたっていうことなんで、日本人もね、もしかしたら注目していくべき作品なんじゃないかなというような感じですね。で、世界観としてはアラド戦記の世界観を元にしていて、アラド戦記やってる人からするといろいろね、お、これあれやんみたいな、プリーストおるやんとかね、いろいろワクテ化させられるような内容になってます。気になった方はチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回のザ・ゲーム・アワーズ・ゲーム・オブ・ザ・イヤーと新発表をいろいろ見てきましたけども、どうでしょうか。今回めちゃくちゃ熱くなかったっすか。めっちゃ楽しめたよね。なんか発表のやり方とかも非常になんかエンタメに飛んでたし、新作発表の内容もめちゃくちゃね、なんか良かったよね。個人的には去年より
盛り上がりましたね。やっぱりファイナルファンタジー16もそうですし、モンスターハンターワールド、あとは何ですか、ディビジョンの開発のやつとか、ブレードも出てきたし、ライフイズストレンジ、ファイナルファンタジー7リバース、そして小島秀夫監督のオーバードーズと、なんか和芸関係がすごい盛り上がってるような雰囲気でしたね。日本人がすごい嬉しくなるような内容だったんじゃないかなと思います。ただね、私が一個やっぱり懸念してるの、ライズオブザローニの発売日よ。ね。なんでドグマとやり合おうとしてんの。個人的にはこれだけはちょっと外していただきたいなというところですね。まあどっちかがこっからまあ延期することないかも、発売日決定しちゃってるしな、和芸やから。カプコンのプラグマタがちょっと一気に延期されたぐらいなんで、まあもしかしたらドラゴンズドグマ2も延期されるかもせえへんけど、それはそれで悲しいし、ライズオブザローニンがどっちかっていうと早めてもらえるかちょっと伸ばしてほしいなっていうところですね。なんでこんなことしたんすか、ライズオブザローニン。まあね、もう嘆いてても仕方ないんで、発売当日は2つ買って、まあ私はまあでも先にライズオブザローニンやらせていただいて、でその後にドラゴンズドグマ、いやでもやっぱドラゴンズドグマやりたいな。もうどうしたらいいのこれ。はい、というような感じで今回のゲームアワード非常に盛り上がっておりました。新作発表もめちゃくちゃおもろかったんでね、今後も2024年やっぱすごくなりそうですね。2023年もすごい年やったって言われてましたけど、来年もすごいぞこれは。皆さん期待していきましょうや。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターなんかもやってるんで登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。キャベツでした。ほなまた。